ユルゲン・クロップ監督率いるリバプール一人の男が評価を高めている DF ・ナサニエル・イリップスだ同選手は2016年にリバプール下部折に入団し2019年にトップチーム昇格すぐシュッガルトへレンタルに出されたがリバプールへ復帰した今季は最終ラインに怪我人が継いだことで出場機会が増加試合を重ねるとに頼もしさを どんどんと膨らませているシーズンの南の匠はダゾーンで、いつでもどこでも短視聴。1ヶ月無料を試し実施中、DF g が非常事態、陥ったことで得たトップチームでの出番と、事実こそあるが、期限付き遺跡から復帰し、ばかりである N フィリップスの活躍は、他のミタル組に大きな希望を与えているだろう。あり、他クラブへ貸し出されている選手は、 いつ自分もトップで主力をという思いを当然ならよく抱いてプレーしているはずだ。では N ・イリップスのようにレンタルから復帰後リ・プールのトップチームでまずまずの出番をられそうな選手は誰なのか。今回はデータ差とフースコードが毎試合算出しているレーティングの平ら値をもとに 今季リバプールがレンタルに出し、いる選手の活躍度ランキングを紹介する。今、リバプールのトップチームがレンタルに出ている選手は8人いる。その中で評価が最低と、たのは3部のブラックプールへ加入してい、ベンウッドバーン。同クラブではわずか10位のみの出場で、今年1月にリバプールに戻ってる。平均レーティングは6.19だった。7位は、 サウサン、トニーレンタル中の南野匠。平均、レーティー、具は、6.47だ。他のレンタル選手は、ほとんどが2部で、レースる中、南野は、プレミアリーグというレルの違いはあるが、やはり攻撃的選手として、マリ結果を残せていないのは、マイナス評価、言わざるを得ない。リバプールに戻ることは、C か。6位は、6.54で、タイはーオニー。 ウニオ、ベルリンではここまで20試合の出場で5得点3、シストを記録している。5位は、アオニートドー、クーニオンベルリンにレンタル中のロリ、カリウス。ただ、リーグ戦出場は、たったの4ミと厳しい状況に置かれている。4位はシェー、ジョで、6.59。カーディフでは前半戦こそ、好調をただし、していたが、後半戦に失速している。 3位はポル、エレンタル中のマルコグルイッチ。ポルとルでは満足いく、出場機会を得ているとはことず、平均レーティングも6.69とやや伸び悩んだ。2位、入ったのはゼップファンデンベルフだ。年2月にニ部プレストンへ渡った、同選手は加入、しばらくして主力に定着。本職はセンターバ、クダが、新天地では右サイドで起用されてい、将来的に、 トレント・アレクサンダー・アーのどのバックアッパーとして数えられる存在なるかもしれない。そして1位に立ったのはか、ディフにレンタルしているハリー・ウィルンだ。同選手はチャンピオンシップ37試合のでで7得点12アシストを記録。平均レーティングは6.96十分なものとなっている。一部では放出候補上がっているが残しても面白い存在かもしない。また、 U23 リバプールからのレンタル問い形だが、ハービーエリオットもニ部ブラックで2桁アシストを記録するなど非凡な役を見せている。平均レーティングは6.73だ。彼も、あと、リバプールで生き残っていく、可能性が高かもしれない。データサイト。 フースコード3室のリバプー。レンタル組平均レーティングランキング。イサオはレンタル先のもの1位。ハリー・ウィルソ。FW。カーディフコンキリーグ戦。成績。37試合7得点12アシト平均レーティング。6.962。ゼップファンデ。ベルフ。DF。プレストンコンキリーグ戦。成績。16試合0得。0アシスト平均レーティング。6.763位。マルコグル。チ。 MF、ポルト今季リーグ戦、成績、22試合得点0アシスト平均レーティング、6.694位、シェーオジョ、FW、カー、イフ今季リーグ戦、成績、41試合5得点7アシストタイラ、レーティング、6.595位、ロリス、カリウス、GK、ウニオン、ベルリン今季リーグ戦、成績、4試合1失点平均レーティング、6.566位、 タイワー・アオニー・ FW ・ウニオン・ベルリン・今季リーグ戦、成績、20試合5得点3アシス、平均レーティング、6.547位、南野匠、MF ・サウサンプト、今季リーグ戦、成績、9試合2得点0アシスト、平均レーティング、6.478位、ベン・ウッド・バーン、MF ・ブラックプル現在は復帰、今季リーグ戦、成績、 10試合0得点レアスト平均レーティング6.19量 <music>